ヒーハー。はい、始まりました。ワンピーススクラッチのハッピーカウント5枚、また3枚前回買って5枚買ってきました。1000円で、はい、まあ100万円なんですけど、まあ買ったんで削っていきます。まあ目指すのはまあ100万円なんですけど、はい、1枚目思いっきり外れましたね。まあこれでね、100万円とか来ないと思うんですけど、まあせめてね、当たりやすい1万円がね、今回1万円が当たりやすい、とにかく当たりやすい。なんでかというと2万本ぐらい用意されちゃってるんで、まあ、当たる確率十分にあるんで、ね、まあ、削っていきましょう。でもやっぱ当たりやすいと言ってもほとんどが3つで終わるんですよね。一応ね、海賊のね、ワンピースの旗のやつがね、6個ないとダメなんですよ。まあ、6個まず揃えるってこと自体が、まあ神なんでね、それ自体がちょっと厳しいと思うんですけど、まあやらな、削らなきゃ当たら、削っても当たんないですね。削っても当たんないですね。はい。まあ4つ、4枚目。もうそろそろ4枚目でもう折り返し地点もう過ぎてるんで、これでもしや来なかったら、死ぬ。あー、死んだ。終わる。俺の1000円札が、1000円札が終了。これで来なかったら終了。ラスト。ダメなパターンかーってー。死んだー。1000円失ったー。くそ、買わなきゃよかったー。買わなきゃよかったー。今日は。あれほど前回やばかったから買わなければ、今日はもうこれで運使い果たしたんで、当たんなかったと思うんですよ。さっきこれ当てちゃったんで、最終処理 QED プラスこれ当てたんで、もう運これに使い果たしても、宝くじが外しました。はい、カードにちょっと運使いすぎましたね、今回。まあ、また今度カードゲーでね、運が悪い時に買いたいと思います。カードゲーに運が悪い時、大概スクラッチ当たるんで、はい。まあじゃあ今回はこれで、ご視聴ありがとうございました。ておい！